アエロメヒコ航空、アエロメヒコ航空、アエロメヒコ航空は、メキシコ最大の航空会社で、メキシコのフラッグキャリアである。メキシコシティのメキシコシティ国際空港を本拠地に、メキシコ国内、北アメリカ、南アメリカ、アジア及びヨーロッパの50都市へ、毎日400便、または、アエロリトラルと共に750便以上、運航を追っている。 11年以上連続して、メキシコでも、最多の定期運行を行う、航空会社とみなされている。なお、アエロメヒコはブランド名で、正式な社名はである。主要な就航地は、ハブ空港である、メキシコシティ国際空港や、モンテレーのヘネラルマリアのエスコベド国際空港、エルモシージョのイグナシオエル・ペスケーラ国際空港、及び、グアダラハラのドン・ミゲル・イダル・ゴイコスィージャ、 国際空港である。また、アメリカのロサンゼルス国際空港へは、メキシコ国内の各都市から1日に数便から十数便の頻度で運航している。さらに、日本やヨーロッパにも路線網を広げている。2000年に、世界有数の航空連合である、スカイチームの設立メンバーの一社となり、以降デルタ航空や、エールフランス、大韓航空や、 KLM オランダ航空などと共に同アライアンスの有力メンバーとないる。また、アライアンス外の航空会社とコードシェア運航を行っており、2018年から日本航空とのコードシェア運航を行っている。子会社にリージョナル航空会社として主にメキシコシティからの地方路線を運行するアエロメヒココネクトがある。機内市はエスコラがある。 アエロナベス、エレネブスという名前で、1934年9月15日に設立された。初飛行は1934年9月23日、メキシコシティからアカプルコまでの運用だった。第二次世界大戦中は、アメリカのパンアメリカン航空の援助を受けていた。その後、チワワやティファナなどへのメキシコ国内線を拡充した。1950年代には、 総発機のダグラス DC-3 で国内線やキューバなどのカリブ海沿岸諸国など近距離国際線をダグラス DC-4 で国内艦船やヨーロッパやアメリカなどの中長距離国際線を運航しマドリードとパリに都市への運航を開始し国際線での地位を確立した1950年代後半にダグラス DC-6 や ブリストレブリタニアを投入し、旧体化したダグラス DC-4 と置き換え、アメリカのアイドルワイルド国際空港、現在のジョンカイ・ケネディ国際空港とメキシ,シティ間で運航した。1959年に国有化されることとなった。1962年には、初のジェット機であるダグラス DC-8 を導入し、その後国際線をダグラス DC-6 や、 ブリストレブリタニアと置き換えることになり、これらの機種は国内線専用となった。1964年に開催された東京オリンピックの際には大会関係者を運ぶためにダグラス DC-8 で東京国際空港へ特別便を運航したほか、東京オリンピックに次いで1968年に開催されたメキシコオリンピックのオフィシャルキャリアにもなっている。 その後社名を現在のアエロメヒコに改名した。1970年代には劇的な変化をした。メキシコ航空局による国内線の新規路線開設抑制政策で当時8つもあったメキシコの航空会社を一挙に吸収合併した。これにより同じく国内線と国際線を運航するメヒカーナ航空と主要路線はケアいつつも路線網を伸ばすことになった。 1974年には初のアイドボディ機であるマクドネルダグラス DC-10 を導入しヨーロッパ戦やアメリカ戦に投入したほか同年にはダグラス DC-9 も導入したその後ダグラス DC-9 の導入により1970年代中に国内線の完全ジェット化を実現したほか便数や路線網の急増を受けて日本航空などから ダグラス DC-8 の62の中古機を購入した。さらに1980年代には、ダグラス DC-9 の後継のマクドネルダグラス、MD-82 のローンチカスタマーの一つになるなど、積極的にマクドネルダグラスの機材を導入、フリートをマクドネルダグラス機で統一した。1988年4月にメキシコ政府は、 資金が底をつき、政府が所有するすべての企業の破産を宣告した。当時保有機材のほとんどが20年以上経過していた。そこで3ヶ月間再検索を模索し、同年8月再検を明示した。その内訳は、保有機材の一部退役や民営化、本部の設立、ハンガーの整備、機材の一部個人所有というものであった。この際に、 ダグラス DC-8 のような旧式機材や、マクドネルダグラス DC-10 などの効率の悪い大型機を整理し、その代わりに効率の良い最新駅のボーイング757や、ボーイング767から 200ER を発注した。1989年にアメリカのフェニックスに乗り入れを開始し、1991年には、 ボーイング767から 200ER の引き渡しを受けて、1992年にはドイツのフランクフルトとイタリアのローマに乗り入れた。さらに当時深刻な経営難に陥っていたアエロペルーの株式の47%を取得し、1995年にはペルーのリマへの乗り入れを開始するなど、積極的にその路線網を広げた。1990年代には、 新規航空会社の参入や燃料費の高騰などの理由でメキシコ国内での競争は徐々に厳しさを増した。これを打開すべく国際線の展開を積極的に進め、1995年にはデルタ航空とエールフランスと提携関係を結び、2000年にはこれらの2社や大韓航空などと共に世界有数の航空連合の一つである。 スカイチームの立ち上げメンバーの一社となる至った。また旺盛な需要に対応すべくボーイング777を導入した。2006年には日本の成田国際空港に就航し、2010年代に入るとボーイング787を導入したことで、日本以外のアジアにも路線網を広げている。さらに国内線にも継続的に最新鋭機の導入を進めている。 また国内線の一部を小型ジェット機のエンブライルアージ -145 や E190 などで運行する子会社のアエロメヒココネクトに関することで経営効率の改善を行っているメキシコを代表する航空会社として長距離国際線を多数運行している急創四国であるスペインを主軸とし多くのヨーロッパ路線を運行するアジア路線に 定期直行便を自社運行している、ラテンアメリカ唯一の会社であったが、南米チリ共和国の乱航空、現在はラタム航空によって B787 シリーズを使用した、オセアニア及びシンガポール行きなど、南半球における太平洋横断線も複数の会社で運行されるようになった、2016年、現在。 ボーイング737以上の大きさの機材で運行される国際線はビジネスクラス、クラセプレミエとエコノミークラスの2クラスで運行されている。また、ボーイング767やボーイング777などのワイドボディ機で運行される国際線のビジネスクラスには、ライフラット型もしくはシェルフラット型のビジネスクラスシートが装備されている。 なお、ボーイング787では、フリフラットタイプのビジネスクラスを搭載。2016年から直行便化した成田国際空港への10時間を超える直行国際便では、最新鋭のボーイング787が投入されている。日本へは2006年に、東京、成田国際空港イコール、メキシコシティをボーイング 767-200ER 型機で、 就航を開始した。2008年に、上海線に就航を開始した。2014年9月には、成田、メキシコシティ線の経由地が、モンテレー経由便になり、2016年1月に、ボーイング787から8型機投入より、往路、袋ともにメキシコシティ成田間を直行便化した。この直行化によって大幅に、日本から、 中南米各地への移動時間短縮が実現し、カリブ海諸国へも大きく空路利便性が向上し、自動車製造業などでは大きな経済効果が出ると言われている。その後成田、メキシコシティ線が週7便のデイリー運航になることが発表された。また、2017年10月には日本航空とのコードシェア運航を行うと発表された。 アエロメヒコ航空はボーイング787の受領以降、メキシコからアジア直行長距離路線の強化に踏み切っており、2016年中にアジアでの就航地を一つ増やすということを示唆し、2017年5月27日より、ソウル・インチョン国際空港へ就航した。他に候補地として北京などが挙げられた。日本については三大都市圏である名古屋や大阪が上がった。 同社が発注した、ボーイング社製旅客機の顧客番号、カスタマーコードは52で、航空機の形式名は737から752、737から852、777から252、ER、787から852などと表記される。2018年現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。